上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく二十一分になります。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。ます今週もどうぞよろしくお願いします。はい,よろ,い,いよろしくお願いします。えー、高校野球の出場校四十九校で揃いましたが、はい、高橋さんも野球やっておられたんですよね。はい、あの小学校の頃で、ねえー、<laughs> 高,高校野球まではできなかったですけど。<laughs> はああそうなんだ。オーディションどこでしたっけ高橋さん。 ポジションは野球ピッチャー。ピッチャー。<laughs> ピッチャー。え、さすがに高校まで続けようという感じではなかったんだよ。それはちょっと。 と、苦しいでしょあれは。確かにね。あの、も、うなんかでも、高橋さんとも、小学校の頃から、ずっとちゃんと勉強されてたイメージ。いい勉強、勉強全然しない。勉強してない。あの、いや、かしこ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 。あ、ごめんね、失礼いたしました。凡人の考えで、大変失礼いたします。高校野球は、普通に見張る。んですか見ますよ。あ、いや、もう、この足、なんかね、ご苦労さんですね。あの、ほら、もう、そろそろ夕方と朝に試合した方が、ええんちゃうかとか、そんな話もね、出てきますけれどもね。 ね、昔より、ね、今は大変でしょう暑くてね本当に暑くなったと思いますんで、まあ、この辺りまた夏の風物詩がというところなんですがでは高橋さんにはまずこのお話からお伺いしていきましょうこちらですさあ木原官房副長官妻に関する「週刊文春」の報道に事実無根だとコメントしました。 木原官房副長官は28日木原氏の妻が元夫の死亡をめぐり警視庁から事情を聞かれていたとの週刊文春の報道に関して私が捜査に圧力を加えたとの指摘は事実無根だと松野官房長官に報告したということなんですが、うん、では高橋さんにお話をお伺いする前にまず一連の経緯というのをちょっとリスナーの皆さんにご理解いただうす、ねはい、ここまでの経緯をお伝えします。うん 週刊文集の報道は7月13日と20日27日の各号で行われたんですね、はい、内容です2006年に東京都内で当時28歳の男性が死亡しているのが見つかりました、はい、警視庁の大塚署は当初覚醒剤の乱用による自殺と見立てていましたが、うん、2018年4月から再捜査が行われました、うん 文春はこの再捜査の段階で亡くなった男性の当時の妻で現在は木原副長官の妻である女性が警視庁に任意で事情聴取されていたと報道しています、うん、また木原氏の政治的立場が捜査に何らかの影響を与えたのではないかと報じました、うん、この文春の記事を受けて13日警察庁長官が会見で 事件性は認められないと説明しましたその後亡くなった男性の父親が20日都内で記者会見し警視庁に再捜査を求めていますまた28日再捜査に関わった警視庁の元刑事が都内で記者会見をして捜査の終わり方が異常だったなどと述べています一方木原官房副長官は 文春の記事は事は実無根とコメント、うん、木原氏の妻の代理人弁護士は28日、深刻な人権侵害が生じているとして、日弁連にこういうのが一連の流れとな高橋さん、この一連の流れ含めてなんですけど、今回、高橋さん、このニュースはどんなふうにご覧になってますか。あの、うん 前の話ですけどね、の多分だから2006年の時は木原さん全く関係ないですけど、だから要するにもうポイント、その時に本当に写真があったかどうかって、これはちょっとわからないですね、警察の話ですけどね、でも再捜査があったのは事実でしょうけどね、その再捜査に圧力をかけたかかけなかったかっていうところだけがポイント、木原さんの関係はそこだけですよね。どどううぞぞ でこの木原さんなんですけどね、財務省の後輩でいらっしゃって、よよく知ってますよ、ね、現在53歳で、2005年の初当選ということで、えーまあ、岸田さんにとっては懐刀と言われるぐらい、非常にまあ信頼も厚い人なんですよね。 優勢選挙の時だったんで、私はあの、その優勢選挙の時に法案やってたし、それであのあの時死却っていうのがたくさん立ってるって話だったんで、それで出た人に、あれですよね、なんか優勢の話が争点になりますからね、うん、だからあのいろんな求めに応じて、私はいろんな人のところに行ったんでね、はいえー、知ってますよ、彼はそんなの全然あの説明も必要も全くないくらい、よく理解してましたから<ー>、まあ、すごく楽だったんですけど ねえー、でまた、あの本当木原さんってお兄さんもみずほフィナンシャルグループの社長でいらっしゃってとか非常に、まあ、なかなかご家族揃って優秀というとあれですけれども、ね、そうですね役人の時も優秀だったけれど結構それなりにあれですね。うん まあ、この内閣官房副長官というところに抜擢されているわけなんですけれども、高橋さん、えー、この官房副長官というのは、かなり重要なポジションらしいですね。 えっとだから内閣の中にいて、うん、あの要するに総理と官房長官っていうのがまあ主軸君なんですけどね、はいはい、副長官がそれをサポートするんで、うん、これで総理と官房長官の,主あの,会あの会合会っていうかね、うん、あの打ち合わせって毎日行われますけどね、それをまあ毎日実際そこに投席しますから、うん、あの非常に官邸の中の全体の仕事が全部わかるし、うん、あの非常に重要なポジションですねでかつて歴代総理経験者も、例えばそれこそ森喜朗さんはじめ、うん そうでしょうけれども、安倍さん。安倍さんもそうだ、ええ、あと、えっと、昔竹下さんの確かそうだな、結構、ええ、結構多いですよ。だから、要するに、若い若手のと、つくポストの中では。ええ、まあ、政府全体がみ、見回ってるって、ほとんどないですからね。ええ、ええ、ええ。流れが見えるんだ。あの、なんか、どっかの担当の大臣になると、うん、その省庁とか大臣、あの。 担当とということになりますけども,も、ねうんね、官房副長官になると全分野を網羅するという形になるわけなんですね、そそすねそれ官房副長官ですし、あとあのオフィスが、ね、官邸の中でしょ、はい、あの各省大臣というのは各省にオフィスがあって、官邸にその旅ごとに来るんですけどね、毎日ですからね、だから毎日総理と,、えー、と官房長官と毎日顔を合わせる、そそんな感じですよ、うん、あそれはそれそれり将来を見据えてというポストにはこれなってくるということなんですけれども。うんうん、結果的にはだからそこをつ通過した人 っていうのは結構えくない人多いです,よ多いですよねそれだけ逆に言うと期待というか岸田さんも含めて期待されてるというところとあると思うんですけれども、うん、さあ、うん、今回の報道を受けてなんですけども注目点いくつか高橋さんあると思うんですけれども。 どのあたりご覧になってますかね高田さん注目ととなると注目点は、中身の話、あのまあ、事件が事件じゃなかったかっていうのは、うん、もうすごく前の話だしね、うん、これであの、これでコードケースっていうんですけどね、一、うん、回再捜査しても、まあ、うまく物証がなかったっていうことですからね、うん、多分だからもう、これは多分物証がないんでしょうなと思いますけどね。 <で>でね、あとはだから、ね、官邸の中の意思決定がね、うん、あの彼が政策面をほとんど一手に引き受けてたはずなんで、うん、だから最近あれですよね,ね、なんでこんなの官邸の中でこういうふうになるのかななんて思うものはたくさんありますよ、ねうん、あそうですか、こんな風うになるのかな、えーうん 例えばあれですよね、うん、この間の,のと最低賃金1000円の話とかね、あんなの、うん、あでち,ちょっとあれやりすぎだしね、うん、これだと、これからちょっと話が出てくると、思うあの日銀の政策決定会合なんですね、こんな時にやることないのになと思いますよ、だからあのなんか官邸の中で意思決定がすごくばらばらでね、なんかもうほとんど機能してないような気が私にはしますね。ということその木原さんが今、ちょっと動きがこう取りにくくなってるみたいなところが影響してるってことなんですか 現に取りにくいでしょうね。もう一ヶ月ぐらいかん、あの記者会見してないです記者会見できないでしょう。今。ああ記者会見になると、当然このケースに関して、何か。当然出てきますもんね。記者会見ができないってことは、実は官邸の中のいろんな意思決定の時に、うん、彼が機能してないというふうに、実は読めますよね。うん、記者会見するだけ、大した話じゃないんですけどね。<ー>あの要は、要は記者会見が出られないくらいに忙しいんでしょっていう感じですね。うん、これ、多分どうですか。例えばね、秋にも内閣改造とか、いろいろ言われてますけど。うん もね、この時にさ、この木原さんの処遇、どうするかっていうことたぶこれは政治、あのさっきのね、あの刑事事件の話っていうのは、多分物証がないので、なかなかあのこれから先やるの大変でしょうけどね、うん、政治的なあの話としてはね、彼はちょっと立場苦しいですよね。はあ この辺りもちろん事実無根人権侵害だというところも木原さんは圧力をかけたかかけなかったという話でただでも要はこれはイメージですけどね奥さんがそういうふうなところの被疑者だったかということだけで実は政治的にはすすごくマイナスになりまねこの辺り岸田さんがそれを踏まえてどんな判断していいかということなんですけれどもではおっしゃったその確かに木原さんが今動けるか動けないかという この話にもかかってるそうでございますこちらです、はい さあこの日銀の長期金利の上昇、事実上1%まで容認、円安の流れに注目というところなんですね。さあ日銀は28日、金利操作の運用を見直しまして、長期金利の上昇、これまでの0.5%程度から事実上1%まで容認する方針を示しました。日銀は長期金利の変動幅の上限これまで0.5%程度としてきましたが、28日の会合で金利操作をより柔軟に 運用することを決めまして市場の動向次第で長期金利の上昇を事実上1%まで容認する方針を示しましたということなんですが高橋さんまずこの一年の流れ簡単に結構なんですけどもちょっとご説明をいただきたいと思うんですけれども、うんはい、このニュース。はいまあ、あの簡単にっていうと長期金利が上がるってそれだけのことです、ねはい、<笑><笑>今まで長期金利は要するに0.5のところまでしかで止めてたんですけどね。多分圧力は上にある方なんで <で>うん、これが直近で1%まで多分上がるでしょうと、そういうふうなのが今回の日銀の政策の決定ですね,、はいはい、ねで今回、その決定に至った背景みたいなのはどういうふうにご覧になってますか背景は、うん、あの全くちょっと意味不明な背景ですね。というのは、ね、はい、要するにインフレ目標っていうのはあるでしょ。うん、はい インフレ目標ってインフレ率2%あるんですが、あれ2%の運用っていうのは、非常に狭く解釈しても、あのプラスマイナス0.1なんですよ。はいうん、狭く解釈してね。ねということは、だから1から3の間ね、それ、うん、で1から3の間にインフレ率が収まってるときは何もしないんですよ。うんうん であの日銀の見通しを見ると、そこに全部収まってるんですよね。はいうん、でということは何もしないというのが会になりますね,ねでところがそうでなくって、その上の方にということになったわけなんですけどもだからこれはもうまあ金融機関の,、うん、あの収益を上げたいって、だけですよね、うんまあ、実際に、ね、例えば、これ、上がっていくとなると、住宅ローンの金利とかというところにこれ、影響してきますもんね、あの中期金利だから、うん、あの長期プライムっていうやつね、うん、あの企業の設備投資に関係する長期資金、うん、それとあと、 長期資金のもう1個はあの固定の住宅ローンですね、はいはい、その2つは上がる可能性がります、ねうん、たと、<で>ね、今回のこの件と、その木原さんとの問題が関係あるっていうのがわれわれ、ピンとまず来なかったんですけども、うん、いい私はすごく関係あるとこ、こんな話、はいあの、ちょっと今、私、さって言いましたけどね、はい、あのまあ、あの上げるっていう話になった時に、はい、ににに日銀の物価見通し見た時に、全然枠にはまってるだろうです,、うん、すぐ分かりますよね。はい、枠にっってたら何上げるのってたででげの言うとおしまいですよ、うんはい でところが、それ誰かがチェックして、言えば、うんうん、私なんか実はこういうの、あの官邸の。あの安倍菅政権の時にやってましたけどね。うん、あのもう、すんなすぐ終わりですよ。これ、これ例えば日銀って、その、こういう重要なけ。 定をすると事前にね、事前に大体説明あるんですよ。はい。官邸に説明を来てももちろんね、政策決定会合でどうやって決まるか分かりませんよっていう条件付きですけどね、でも政策決定会合って国にいるんですよね、日銀政策決定会合入れる人は。実はその中で総裁と副総裁2人、これ3人は執行部っていうやつですからね、そこはまず間違いなく同じ行動を取るんですよね。 大今までの言動で大体2票ぐらいはどうなのかすぐ分かるんでねうん、うん、だからそういう意味で執行部提案ってのはかなりの確実で通るんですよね、はいうん、だからそれちょっとこんなのがありますっていうのをまああの、えー はっきりじゃないですけどねかと言ってくれてそれがだから日銀の政府の意思疎通っていうのは法律で決まってるんでね意思疎通はっきりするって意味でそういうのがわかがあるんですそこのところで例えば今回官邸が「いやちょっとこれは今のタイミングじゃないんじゃないですか」みたいなお話になると理が通りませんねってだから例えば上田総裁の記者会見聞いてても今後何かがあるかもしれないからやりますってそんなのはないですよ。今回もし 木原さんが機能していれば、ここで止まってて、こうはならなかった可能性もあった。うん、多分そうじゃないですかね。はあ<ー>。うん、ということは、その今ちょっと木原さんが動けない状況であるということは。いろんなところに、やっぱ影響がこういうことも含めて、出てきてるということなんですね。動けないの知って、日本銀行はね、零点やって,って可能性あるんですよね。へえ<ー>。なんか、あの。なんだろう。 変な言い方でちょっとスキャンダラスなお話みたいなだけじゃないってことなんですね、今こうやってお話を考えると。それで見るとだって現にね、あの来たってあもう気,気もそろそろになっちゃって、頭入んないでしょ、うん、れリアクションも取れないでしょ、うん、そしたらそれで、あれですよ、うん、今の,あの政権の中でこんな金融政策の話について、文句言いそうな人って彼しかいませんからね。これ松野さんん官官房長でではああそれは全く分かんない、はあ、でもそれはやっぱ財務省出身ああってこの辺りのり できちんと理解しないとできないんで、金融政策って結構ハードル高いんですよ。はあ、ということは、これをしっかり理解してるかどうかっていうのが官邸の中にいらっしゃるかどうかっていうのは、とても大事な話だということなんですね、これねそうですね、だから彼ぐらいしかいないから、彼はちょっとあれでしょう、今度そんな金融政策決定会合の話なんかにね、うん、関わる余裕もないんじゃないですかね。でもこれ今さっきのお話ででですすけどねこれでですよ仮に内閣改造があ で仮に木原さんが外れるとなってくると次に来る人によってはね、うん、もうずっと日銀フリーパスになって、うん、あの関東軍みたくね、うん、あの暴走するかもしれませんねあ。ということは本当にいろんなところの人事っていうのは我々見えないところでですけど、うん、政策決定にあた改めていろんな影響あるということが。 今回のお話でそう,そうでしょうね。ううねだってあの、うん、あのみ,のみんながみんなあのなんか分かるわけじゃないですからね。なるほどわかりました。はいでは続いていきましょうこちらでございます。さあ時刻六時三十六。 1分になりましたビッグモーターの保険金不正請求の問題問題の本質は一体どこにあるんでしょうか中古車販売ビッグモーターが保険代理店としての立場を悪用いたしまして虚偽の自動車保険契約を結んでいた疑いがあることが30日分かりましたまあ、関係者の話を総合していきますと個人が所有していない車両を対象とした保険契約が昨年福井県の店舗で複数確認され捏造にあたると判断 されました全国で横行していました自動車保険金の水増し請求に続きまして保険業法違反の恐れがある不正が新たに分かったということなんですがではこの問題も西村さんちょっと整理してお伝えしていきましょう。かこままででの流れをお伝えしますす、うん、ッグモータータ問題です 中古車販売の大手ビッグモーターは保険金不正請求問題が発覚しました、うんうん、全国に33あった整備工場のうちすべての工場において修理案件の4割超で事故車修理費用の水増し請求の疑いがあったということなんです。うんはい、これをを受けて25日に創業者の金重社長らが会見ししし辞任を表明しました、うん 国土交通省は28日ビッグモーターの全国34事業所に一斉に立ち入り検査をしています。うん、そして、金融庁は28日損保ジャパンなどの大手4社を含む損保各社に保険業法に基づく。 報告上級命令を出す方針を固めています、うん、また街路上を故意に枯れさせたなどの疑惑もありまして関係自治体による調査も行われている、はい、い本当、次から次へと高橋さんいろんなお話出てくるんですけれども、はい、高橋さん、このビッグモーターの問題で<え>、えー、高橋さんが注目してらっしゃるポイントみたいなどういうところですか。<laughs> ガイド紙の話とかそういうのは各枝派的なんで分かりやすいでしょ。あともう一個、なんかゴルフボールをぶつけて水増し請求しちゃったっていうのもこれはこれで単純な話ですよ。いけないことですけどもね。いけないことは単純な。まあ非常に単純な話ですよね。でもこれ保険会社が絡むところはものすごくちょっと複雑になってるから。だからここはみんな多分 追い切れないところが多いんですけどね。うんうん、私はだから、そこの保険会社が絡むっていう、損保会社が絡むっていうところに着目してます。はい。で、損保会社はこれ。 あの例えばですよ、水増し請求された場合、うん、ほ損保会社もこれ損をするというか、余分に払わなきゃいけないわけですよ、ね、だからね、水増し請求された時に損保会社は損するんだけど、うんはい、でもな,なぜこれが続いてたかっていうと、そうそうずっと分からなかったかっていうのは、うん、ちょっと考えにくいんですよね。はい、あのというのはあの、損保会社なんていろんなところで、あのこういう損害保険の,あの,あの話やってますからね、要するにデータ的にちょっと違うっていうのは、すぐ分かるそれだから、なんかあの損保会社の方もうも見入りがあるっていうね。 メリットあったとしか思えないですよねその時にすぐ私なんか思いつくのは実はビッグモーター自身が損保会社の保険代理店になってるんですよね。保険代理店になってるってことは実はそこから損保会社も仕事をもらうってことですよね。新規保険ねだから水増し請求これもいろんなところにもうでに出てますけどね。要はの 事故を起こすじゃないですか。はい、事故を起こす。起こす。普通の人はみんなですよね。損保会社に連絡します、ねはい。しますね。はい。 ええ、そうすると損保会社の方は、実はビッグモーターを紹介しますよ。それでビッグモーターを紹介して、うんで、ビッグモーターを紹介するだけだったのも普通なんですけどね、はい、ビッグモーターを紹介すると、ビッグモーターの方はそこで、うんまあ、水増し請求して、さらに損保会社がお金を取っちゃうんですけどね、うん、それだけだと絶対損保会社はつじつまらなくて、要はあれですよね、うん、他のえー、っの損害保険の代理店やってますから、うん、そこで 車を買った時に自賠責必ず入らなきゃいけないですよね。ねはいうん、で自賠責保険を実は損保会社のそこのえっ、ー、と修理をね自由でして水増し請求が、うん、あのあった。うん あの保険会社に実は自賠責を回すってことはできますよね。それで自賠責回すとね自賠責もかんないんですよそんなに。はいで,ね、でもねそのほかに任用権があるでしょ任用権、ね、でものすごく儲かりますよね。はい、でさっきのねなんか不正な話っていうのは、うん、あのその任用権自賠責回して任用権だけじゃちょっとお金足んないからさらに、うん、あの保険契約で回したそんな感じは私にはしますね。うん、この辺りに一斉にこう損保会社にもですね報告命令を出したということなんですけれども。うん 損保会社と、あとビッグモーター、両方調べるんです,ですよね。だからこれ、両方調べるから、今みたいなもたれ合いの話っていうのは、すぐ分かると思いますよ。今回ね、でもこれ、前々から言われてたんですけどね、うん、これはね、あの要は損保会社だけの話だったらいいんですけど、ビッグモーターが保険の代理店やってるからね、うん、やってるから、要するに保険会社の代理店やってるから、うん、ある意味で保険業務も一緒にやってるんで、うん、そうするとそこで通感になっちゃって、うん、あれですよね、こういう話が起こりやすいっていうのは、あのもう昔からよくあった。 昔からです。これは。これは、あの、本当、あの、これは一部のビッグモーターだけの例なのかね。うん、とかっていうふうにこう、これ。多分、我々。あるところは結構危ないんだ。だから、ね、だからあの、例えば。うん 金融業務は代理店っていうのは基本的にないんですよ、うん、あのなぜならば銀行の代理店とかね、うん、証券会社の代理店なんて聞いたことないでしょう。うん、こういう取引やられると困っちゃうからないんですよね。でも保険会社だけはちょっと例外的に昔からやってたんで、うん、あのだからあのまあ何てうかな昔からやってるととっ権見たくなってですね、うん、なかなかこの保険の代理店業務の話についてはミスが今まで入らなかったんですけどね。これあのおそらく今まだもちろんいろんなものを調査中ということではありますので。 えそのあたりっていうのは実真実どんなところがあるのかということなんですがそれは起きやすい状況であるということはあるということなんです今のお話聞いてるとね。 やっててて保険を販売してますからね、うん、そうすると保険会社にとってはお客さんにもなるんですけれどねだからある意味であれですよね、うん、それがあのお客さんになるとじゃあ保険会社のほうは他の取引のほうを、うん、あのでそっちの代店で他の業務のところを設けさせるとかそういう話にすごくなりやすいですよね、うん、これあの次から次へといろんなお話がずるずるという出てくるところなんですけれどもこれ多分ビッグモーターという会社は本当今後お仕事じゃあねユーザーさんがこう発注するかどうかっていうともうこれかなり。 会,会社事典は結構苦しいでしょうねうこれはねえー、あのだからあの多分どっかにい,いつかはビッグモーターじゃなくてう違う手法になる可能性がありますよね今今かまあ創業者がまだ全部株式全部持ってますからね,ねこのあたりで言われてますけどもどういうふうになっていくんでしょうかね創業者今株主株式持ってらっしゃって株式持ってるからだからこのままだったらダメだって言うんだけど、まあ、あのものすごくあれですよね全部刷新してねあの例えばね外資が買うとかね一応店舗も ありますからね、うん、それなりにあれですよね経営さえきちんとすれば立て直しができるっていうふうに判断する人がいればね、うん、あの株式をあのその人は 買ってね、それで、まあ、うん、あの、終わるって形になる可能性が結構ありますね。うん、これ、高橋さんね、今、例えば、社内で、社内でね、パワハラ的なものとか。っていうのは、どの会社も相当、厳しいというか、コンプライアンス、ガバナンス含めてあると思うんですけど。はい、こういった土壌っていうのは、まだまだ、いろんなところに残ってたりするんですかね。思いながらそれはどこでもあるんでしょう。あ<ー> <laughs> あの私は、だから、サラリーマンは、してないから、あれですけどね。うん、あの、まあ、ね、あの、根性ものっていうのはあるじゃないですか。はい。 どっかで売上市場主義みたいなところになっよくよく考えてみ、ねうん、あの仕事に厳しくてね、うん、熱心だと紙一重じゃないですかこれはでも本当そのあたりというのはそうでないように今いろんな経営者の方おっしゃってますが紙一重のところは解釈によってね、うん、変わってきますもんね確かにね。 あのね、<ー>私なんか実はね、あれですよ、うん、ラジオの人なんかもね、すごい朝早くから出ててね。うん、これ本当にパワハラじゃないか、あのって思う時ありますよ。嘘、ごめん、それ <laughs>、普通の、普通の人の子供から思うとね。うんうん ええ、うん、そう、え、高橋さん、ごめんなさい。今、この時間に出ていただいたよね。我々パワハラみたいな感じで、高橋さん、大丈夫ですか?そうそう。多少、多少、ね。多少あのね、いや、六時台から。いや、早いよな、と、普通はもっと遅いだろうと <laughs> <laughs>。それこそ、財務省の人もね、高橋さん、一番働いた,た頃なんて。うん、皆さん、めちゃくちゃ朝から来てたりしてたんじゃないですか?。だから、私、行かなかったから。残業は一緒ないし。あ、た、ただね、あのね、朝、朝だけ、はい。 早く帰ってたんだけど、朝だけは国会が開くでしょ、ああ国会があの、まあ、9時あ、10時ぐらいが開くから、うん、そうっていうものがたくさんあるから、うん、朝7時に来いとかそれは、それは行ったんですか そこでは仕方なく行きました。だってそこしか、そこしかだってそのためには早く、あその、あのそのために早く帰ってましただからね。でもそれでも七時だっていうか今なんてもっと六時台ですからね。六時台、すごいですね。だって当時パワハラっていうことはまだ変な言い方ですよなかったでしょ。うなきればなかった。あの全然だからもう無限定に働けとかでそういう風に言われてました。無限定に働けそれが合わなかったから財務省とか大蔵省辞めはったってこともあります。 ああまあ会わないっていうか私はマイペースなんでねいつもねあのだからやる時はやるけれどそんな無駄,無駄なことはまずやらないってかだから<の>朝早く来いって言われる可能性ある時早く帰るとか,とか、ね、その感じですけどねまたあの今度から僕らもちょっとそういうことを認識しながら <laughs>、ねえー、朝の4時に出社をしようと思いますいやいやけるねええお知らせの前にもう一つこの話も聞かせてくださいアメリカで UFO に関する校聴会がありました。そこで驚きの発信があったそうでございます。<music> アメリカの下院監視委員会は26日未確認飛行物体 UFO に関する公聴会を開きましたそこで元国防総省職員や元海軍幹部ら3人が出席しましてアメリカ政府が UFO に関する情報を隠していると主張しているそうですアメリカ議会では政府に UFO 関連の情報開示を求める法案の修正の動きが超党派で進んでいるということなんですが政府への要求はさらに強まると見ているんですけれども定か 皆さんアメリカではこのお話というのが。はい 現実的に議論されてますけれども、いかがですか、この話聞いて。<laughs> あの、えー、っと、ユーフっていう定義自体はね、うん、あの、アナリティファイとフライニックオブジェクト。はい、未確認飛行物体です,かね体ですよね。未確認飛行物体があることは間違いないですよね。うんうん、それがだから、あの、どっか、あの。他の国から来たかどうかっていうのは、ちょっと別ですよね。はい、うん。まだから、そういう、うん、で、いろいろ数ある中では、どうも説明できないのがあるっていうのも、多分事実だと思いますよね。うん うんまあ、もちろんその気球の話とかっていうのも今年の初め結構ねよく出てきたりしましたし中国からのなんてのありましたけれどもあ UFO 一ですよねまずは未確認の飛行物体であるというとことなんですけど、えー、これそれはどうも説明がしにくいのがあるっていうのも事実だと思いますけどね。 政府では、例えば、こういうお話って、ね、ちょっと出たこともありました。現実どうなんですかね。かいや、まあ、あれでしょう、その空を飛ぶ機会が少なければね。うん、あの、その遭遇する確率もないから、日本の場合は、あれでしょう、少なくない、しか、人、いないから。あ,あんまり、あ,<ー>あんまり、報告で少ないんじゃないですか。なるほど、データで見ると、まず、絶対数が少ないっていうところがあるんです、ね。ええー、これ、だから、やっぱりね、うん、そんなに、あの、誰もが、年中、み、見れてるんだったら、みんなわかる、わ、わ、ですけどね。はい、そんなめ。 ない話でしょうううからねこういうのは高橋さんでも映画を好きでね結構僕と思ってた以上に高橋さんって SF 大作とか「スター、ええ・ターウォーズ」とかそうよく見てますよ。<laughs> でそういう世界を好きだとするとやっぱり宇宙人っていうか UFO は <laughs> UFO でいいのかな、うん、この存在自体は高橋さんはどんなふうにご覧になってんですかいや否定できないなっていう感じでいつも見てますよね。うん,うん あの政府が真面目に、ね、アメリカ政府が例えばその情報開示の、ね、法案修正の動きがあるっていうのはこれは何ですか、やっぱり他にメッセージがあるっていうことなんですかねここの動きみたいなことそうだとなかな,なかなかわくわくしますよね、うん、やっぱり本当にいたんじゃないかとかねししてほいですよね。<laughs> ええ ドズエルっていうかところでね、うん、あの本当はあの円,円盤が墜落したとかね、そういう話っていうのは、そこからいろいろ映画がありますからねえ、本当だから映画の話が本当になって、白く面白いというかね、ワクワクしますよねトランプさんが大統領になったときに、政治的なお話、別にして、うん、このあたりのお話をムキムキに出してくれるんじゃないかなと思って、えー、<laughs> ちょっと期待してたりもしたんですけど。<laughs> えー 彼が言わないってことは本当はまた別の意味があるのかなとかいろいろ考えたりもするんですけど。本当はねど,どうなのかしらね。あの <laughs> 本当にでもあれですよね多分結果は分からないってのは多いと思うんですけどね。でも本当に分からないものがあるというのはなんか一つは恐ろしいと同時になんか変な言い方ですけどワクワクするところもちょっとあるななんて思ったりするそうですよねでも本当にだったらもう攻められて不思議じゃないでしょそんなに来てたらそうか今までも日本のあていうか世界の中でもね新陸があった時にほとんど制圧征服してたわけですよね。 ちょっとファンタジックなお話でもなってまいりましたが。<laughs> ではお知らせ挟んでさらにニュース続けてまいります。はい、上泉裕一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく五十七分になります。続いての話題こちらです。 原発処理水の海洋放出をめぐる中国の日本産水産物禁輸の対抗策はでございます原発処理水の海洋放出方針をめぐりまして中国税関当局が日本から輸入した水産物に対する放射線の検査を全面的に始め日本からの鮮魚などの輸出が実質的に今停止していますさあ日本としての対抗措置はあるんでしょう かということなんですけれどもさあ高橋さんまずこの中国の対応なんですけどもこれどんなふうにご覧になってらっしゃるでしょうか、うん、これね中国だけですよね、うん、他の国はあの韓国ですら言わないですけどね、はいうん なんかだから、なんでもいってるのかなって気がしますけどね,ね、まあ、松の経済戦争のような感じがしますけどもね、ね<え>あの台湾有事を睨んでね、ねもう日本に対してどん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 仕掛けてると、うん、それでまあ様子を見てる、そんな感じはでもどうでしょう、いつも高橋さんにお話を伺いしてますが、この中国との,その経済的な結びつき、つながりというところを今後、どういうふうに日本 日本全体で向き合っていくかということになると思,って、うん、思うんですけどもね。まあ,あれですよね、こういう時にいろんなリスクがあるから、不必要なことをしないっていうことにし尽きちゃうわけですよね。うん、あの政治リスクってずいぶんあるわけですよね。ねだからなんか、なんか急にあの向こうの都合で勝手にあ一方的に、ね、あの止められたり、平気でするわけですよね。うん、ちょっと前にもあのレ,アレアメタルであ,、はい、ありましたからね。だからそう,ういうのはよくある話なんで、これはまあカントリーリスクって言うんですけどね。はい、そういうい いいのを認識してあのいろいろ取引をするということになりますねあれこれ高さん今振り返ると中国との結びつきが強くなってきた経済的なっていうのはあれいつ頃ぐらいからだったのかなと今ふっと思うんですけれども、うん、もう随分なりますよね。 最初はだからこういうふうなあの、ま、経済安全保障っていう分野なんですけどね、猫をかぶったっていうか、何も言わなかったわけですよね、うん、最近はここで廃棄で言えるようになって、はい、どん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 武器として向こうは使ってますこれ、一方で、えー、日本としてどういう対抗ができるかということなんですけども、対抗措置ができるかということなんですけども、うん、今回の件。うん とりあえずはご理解をご理解をって言っていますけどね <laughs>、はい、ちょっとご理解をご理解をっていうレベルじゃないと思いますけどね,ねご理解をのレベルを超えてきたというところであると思いますけれどもさあ、えー、そんな中、まあ、国際社会もですね、うん、この中国の対応どう見てるのかとというところ気になるところあるんですが、ねはいまあ、高橋さん、この話に関してはそのご理解松野官房長官もね今後あらゆる機会を通じて中国側に、えー、強く働きかけていくともうこれしか言いようがないって感じなんですね。 相当くそいことないでしょだからみんなこれしか言いようがないって言うんですけどねたくさん手があると思いますよ例えばね買ってくんないんでしょ買ってくんないんだけれど実は中国の富裕層の人は寿司を食いたいわけですよねだからだからそれ日本に来てるんでしょ日本に来てる中国人に食わしたらよろしいじゃん日本に来ている中国の方はだから普通に食べられるわけですもんね当たり前ですそうですよだから GoToEat っていうキャンペーンがあってね別に中国人に限らなくてねあれですよこの海物 Go Tweet の対象にすればね、日本国の人みんながあの支援できて、結果的にはあの水産業者もあのラッキーになるし、それで中国人の観光客も食っちゃうでしょ。インバウンドで入ってきた人に食べてもらったら、そういうことがあの輸出だけに限らずということなんですね。そう輸出に知らなくて国内に来てる人に食わしたって同じですよ。ね、ああわかりました。あの高橋さんね、えっと冒頭でね、最低賃金のお話少しありましたけど、あのお時間許す限りということなんですけれども、あの。 1> 1円から1002円に引き上げられるということになりましたけれども、えー、このニュース、ちょっと高橋さん、冒頭でもおっしゃってましたが、どんなふうにこれね、2015年の時に安倍さんがね、1000円、うん、時給1000円を目指,し目指しますって言ったんですよね、はい、でその時に私、どういう基準で上げていったらいいかってことを安倍さんに言ったんですけどね、はい、それをちょっと言うとね、はいまあ、はっきり言うと、前の年の失業率。 っていうのがあの低ければ結構上げやすいんですよ。まあ換当たり前なんですよね。要するに雇用環境があれですよね。タイトルなどから。だからマイナス失業率からまああの計算すればいいんですよってこと言ってあのそれを今ので置き直すですね。実はね5.8からねマ年の失業率を引いたくぐらいは上げても大丈夫なんですよ。でそれをでマ年の失業率で考えるとえっと今2.6ぐらいだからえっと3.2%ぐらい上げられる。 どはい、そうするセ3.2%ですと、でもね、1000円ならないんですよね、今度4.3%だから、だからちょっと今回、上げすぎですよ。<laughs> というかね、うん、これね、今まで上げすぎたのは、ね、民主党の時の2010年以来の上げあの、要するにこの差ね、うん、さっき言った失業率から計算した適正な水準からの差は、2010年の民主党政権以来の高い水準なんでね、はい、あのと時に民主党政権はちょっと力んじゃって、うん、上げすぎて、うん、その後雇用者が作れなかったんですよ。 ha 上げすぎると、やっぱり今度はなかなか、雇用者ができなくなるの要するに雇用が作れなくなるんですよね。今回、それにその二の前になる可能性高いですよ。これということは高橋さん、上がればね、われわれ働く側とするといいというようなイメージあるんですけど労働者はそうですけどね、ただ一方的に言うと、でも例えばね、企業の方からしてみたらね、最低賃金こんなに上がっちゃうと、みんな上がるんでね、大変だって話になりますからね。程程よよくいいいところにに落ち着かせななけため 私の失業率っていうのを使って、あの経済あのねこのくらいだって、だから安倍さんはいつも三パーセントって言い方をしてたんですよ。だからそこのいわゆる数字的なところをしっかり見据えた上での上げ幅でないと、むやみやたらに上げりゃいいってもんじゃないっていうことなんですね。そうですよ。これは強制的ですからね。だか、うん、むやみむやたらに上げると後であの結構大変なんですよ。実はこのお話とかをさせてあのするとね、やっぱりラジオを聞きの方で、うん、あの中小企業の経営者の方が最低賃金上がるとやっぱ会社苦しんだよと。 いうこと。まあ、そうですよ。うん、うん、それいえそれの塩梅を見てね。前でも、手術が、えっと、低かったら、仕方ない、人人が集めるため、仕方ないと思う人多くなるんで。その塩梅を見て、実は毎年の失業率、5.8から毎年の失業率を引いて。ここを目安にすると、そんなに問題ないですよってこと言った。んで、す今回は、その幅を、ちょっと超えてしまった、ちょっと超えてしまったなと。かなり超えてします。いや、あの、非常にわかりやすい説明をいただきました。ありがとうございます。では、引き続き、また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 はいどうもありがとうございました上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずはスポーツの話題です、はい、プロ野球です阪神は昨日広島に四単位で勝ちました、うん、同点にされた六回にドラフト一位ルーキーの森下翔太選手が決勝ツーランを放ちました、はいうん、阪神は2位広島に一ゲーム差で首位をキープしています、まあ、カープがずっと十連勝で来てましたんでねんこの首位攻防三連戦どうなるかということだったんですが<う>結果森下選手大活躍の三連戦で 二勝一分けも十分ですよね。うん、はい。はい、続いても野球。今度は全国高校野球選手権大会です。うん、昨日で49の代表校が出揃いました。はい、大阪大会決勝ではリベンが大阪当院を3対0で破り、うん、全国制覇した2019年以来4年ぶり5度目の出場を決めました。昨日のこの試合見てしまいましたね。ただやっぱハイレベルです、ね。はハイレベルなゲームでやっぱ<う>大阪大会を勝ち抜くって、うんうん、いかにほ すごい大変なことがあって、うん、ということ枠一つなんやみたいなね、<laughs> ね<え>大変ですよね。はいうん、まあ本当にまあ揃ったということです。はい、それではニュースランキング。まずは第五位。水産研究教育機構によりますと、日本の漁場に8月から12月に来るサンマの資源量は94万トンと推測され、うん、過去最悪の不良だった去年と同じ程度にとどまるとの見通しを発表しました。はい サンマの漁獲量が減って店頭価格が今年も高止まりし、うん、サンマが食卓から遠のく恐れがあるということなんですどうでしょうなんか近い将来サンマは高級魚の部類に入るのかなの心配ですねね、本当おいしいのにちょっと残念です、うんうん、続いて第四位ロシア国防省は首都モスクワ中心部にあるビジネスセンターにドローンが墜落したとして、うん、ウクライナによる攻撃だと主張しました、うん モスクワにドローンが飛来するのは今月だけで4回目となりますロシアのメディアによりますとこの攻撃で一人が負傷したということですまあ特にこのモスクワのドローン攻撃というのは自作自演ということも含めて過去にはあるわけですからね<ー>本当にどうなっているんかでしょうね<ー>、はい、続いて第三位西村経済産業省は昨日福島県を訪れ、えー、相馬二葉漁港の関係者などと面談しました、うんはい 相馬双葉漁港の関係者からは、風評対策や漁業の継続に国が責任を持ってほしいといった意見が出され、うん、これに対して西村経産省は、福島の漁業が維持・発展できるよう取り組んでいくと説明し、うん、処理水放出計画に改めて理解を求めましたまあ本当にこれはも丁寧な説明、もうこれだけにつきますもんね。ねうん、続いて第2位は 中古車販売ビッグモーターが保険代理店としての立場を悪用し、虚偽の自動車保険契約を結んでいた疑いがあることが、昨日わかりました、はい、関係者の話によりますと、個人が所有していない車両を対象とした保険契約が、去年、福井県の店舗で複数確認され、うん、捏造にあたると見られています。 虚偽契約の詳しい手口は明らかになっていませんが対象車両は車検証がある展示車両などが考えられるとのことです本当に次から次へといろんな話が出てくるんですがはい。<れ>続いて第1位は日本列島は昨日も強い太平洋高気圧に広い範囲で覆われ東日本や東北を中心に気温が上昇しました今日も今日以降も各地で猛暑日となる 予想がされていて厳しい暑さが続きそうです。うんうん、また大型の台風六号は今日から明日にかけて強い勢力で沖縄奄美地方にかなり接近する見込みです。これエアコンがかけててもね、うん、部屋がもうなんか涼しくならないというぐらいの状況になってますので。